カルさんさん。私は22歳で白血病にかかり、4ヶ月前に本退院しました。ですが、どうしても再発に対する不安が、え、不安が募り、り何をしても手につきません。池江選手もこのような不安を抱えているはずなのに、大活躍していますが、私は前に進めません。厳しいお言葉でも何でもいいです。この先死ぬかもしれない不安の倒し方を教えてください。 うん、22歳でその覚悟はまあできんわな。22歳でその覚悟はできんよ、うん。俺はそう思う。俺も22歳で今もう病気でダメだって言われたら泣き叫んでうろたえるよ。俺も。もしかしたらカルさんより諦め悪いかもしれない。 本当に泣きわめいてもうダメだと思う。精神持たないかもしれない、俺も。うん。だけど、わかんないよ。わかんないけど、だけど、残ってる毎日を、なんだろう。元からさ、残ってる日はもうさ、なんつうの長かろうが短かろうかさ、 残りの日じゃん。俺らが今から生きる時間って。それがどんぐらいあるかはみんなわかんないわけじゃん。うん。それがなんかずっと無限にあるみたいに自分で思い込んでるだけでさ、意外と全然そうじゃないじゃん。だから俺はもう本当に、もう兄貴が20、俺が22の時にまさに亡くなったのさ、目の前で。24歳の兄貴が病院で息引き取るのを見て、もっと行きたいって言って、 あのもっとたくさんいろんなことしたい、芸能界やりたいって言って死んでったのを見て、よし、じゃあ俺がその分もやってやるわと。うん。だから今から俺の人生は自分のだけじゃないってい、半分俺のもので半分兄貴のもんだから、手抜かねえってって、もう生きれなかった人のために全力で生きて、もし俺が死ぬんだったらもうその時はしょうがねえって思って生き始めたから、だから、 あと20年って言われたら、じゃあ適当に過ごすのかって話じゃん。そしたらさ、もういつ死んだって大してかんねえと思うのさ。だから本当にもう本気で生きたらいいと思いますよ。短かろうが何だろうが。本気で、本気で楽しんだり、本気でもうただ遊び放けたり、本気で仕事してみたり、本気で人のことを愛してみたりとか。 それをいっぱい経験してから死ねばいいと思うよ。もうそれしかできねえだろ和らげるとか俺無理だわ。だって俺も本気だからもうずっと。だからもう明日死ぬって言われたってもしょうがねえやって思えるけど、ここまでプラプラやってきてたらそうは思えないだろうなと思うな。